ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。はい、皆さんこんにちは、ピカです。新三国無双8やっていくぜ。はい、まあ今はですね、まあちょっとまあストーリー上とはねちょっとなんか混乱してるんでね、なんか飛び飛びなってる感じなんで、ちょっと状況は正確には説明できないかもしれないけど、まあ今は曹操の、まあ見た感じ曹操のところを脱出して慶州に向かっているという状況ですね。まあ史実では関羽は袁紹の方にね、曹操の元から袁紹の元に向かうんですけど、今は慶州に向かっていますね。まあとりあえずやっていきましょう。で火器っていうのがあれ、火器を撃破、こいつです今はね。ナムソンダブス、まるで歯が立たないと。はい、どんどん行くぜ、どんどん行こう。夢のまた夢か。うん、そうだ、夢のまた夢ということじゃ。でこっち行けばいいのか。打ち取ったり、待ってるな。よし、おい、うまこい。反運長、手を貫き進むのみ。よし、どんどん行け。やってくれるぜ、さすがは兄者だ。親分、最高っす。お前逆じゃねえの、お前。ヒゲの先まで輝いてますぜ。ヒゲの先まで輝いてます、すげえ褒め言葉だな。ん？オートラン消えちゃってる。ここだけど、まあここ暴れとけ。我が義を貫かん。よくやってくれた、運長。よし、この地関運長が制圧した。よし、そしたら目標の場所に行くぜ。守りは我らが受け持とう。王職決して何者にも抜かせはせぬぞ。やれやれ、物々、うん、しい来訪者が気負ったわ。どれ、一つ追い払うとしよう。家計の準備をせよ。多少関所が燃えても構わん、奴らを止めねば。準備は整ったようだな。工作部隊、火を起こすのだ。王職とか、ここじゃねえの？行ってんな、ちょっと待て。
ないな。あれか、こっち方面か。いた。やってくれるぜ。さすがはアビジャだ。これまでか。止めを果たすことができぬと。敵将打ち取ったり。半運と手を貫き進むのみ。親分成功っす。ヒゲの先まで輝いてますぜ。そうだろう、よくやってくれた運長。よし、次はこっちだ。おお、アニジャ。アニジャではないか。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。この地を守るのが我が使命。劉備軍などに遅れを取るものか。敵将はいてこけちゃった。見た、なれば死ぬしかない。わかるな。甲州の撃破、あの、はたまくじゃん、はたまくか、はたまくじゃねえな、巻物マークね、白巻物ね。旗マークは俺が目標としたところ。行って。ブタニア。投石機どこにいんの。この中か。いけねえ。ちょっと待て。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。あ、ここに投石機いるわ。やろう。お前らすごい力だな。そんなの二人じゃ持てねえぞ、そんなもん。見て見てこれ、すんげえ力お前。へえ。
いや壊れねえなこれ。あいつやらんとダメなんだよ。相手で止めることなどできん。分かれ皆の志を刃とし敵を退けるのだ。関雲長手を貫き進むのみ。やっとってくれるぜ。よし、さすがは兄者だ。これで下行けばいいんだな。宗神の撃破だからね。よし、さてと。敵将討ち取ったり。よくやってくれた雲長。なんだあの山は。まあ慶州逃げるってことは関東の戦い飛び越えて一気に長藩坂の戦いとかね。ここは張飛の見せ所なんですけどね。長藩親分最高っす。ヒゲの先まで輝いてますぜ。あとすんげえもう一番大好きな武将の張雲の短期書きとかね。その状況まで一気に飛び越えているような感じです。よし、ここに宗神がいるか。貴公らの動き感化はできぬ。自分が盾となり抜かせはせん。うるせえ。これはいいか。止められぬか。ならば兵器の投入も辞すまい。この中か。ここか。ぶっ飛ばして差し上げます。なんすよお前、何してんの。ここじゃないのか、あっちか。このあれ、この中っぽいね。なんだ今のは。なんだ今のは。ここは死ぬ気で守り抜くだ。誰も通しちゃなねえぞ。うっせえ。いって強調ってる。我が義を貫かん。
敵を押し込むぞ。続け。お前邪魔。何？あのガード弾きどうすんの？敵涼しい顔してやってるけど、俺それできねえからな。今日はここまでだ。敵将討ち取ったり。よくやってくれた運長。運長こそ真の三国武装だな。さて掃除行くぜ。いじめえなこいつら。どこだ？この中がいたか。くれた運長、なんという気迫。自分では貴公らを止められぬか。反運長、火を貫き進むのみ。親分最高っす。ヒゲの先まで輝いてますね。さてと、これで慶州への離脱ですね。あとはまあこの花公園、まあ目標はここ行けばいいんですね。花公トンを撃破すればいいんだ。うん、まあとりあえずね、ここもやっとけ。よっ、行け。
これは何なんでしょう、アイテム。クなんとか単なんですけどね。これは合力丸、合力丸か。合力丸ってなんだ、相撲取りみたいな名前だ。我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。貴様らを生かせれば猛毒の災いとなる。おとなしくここで散ってもらおう。まあ待つのじゃ、そう慌てるでない。でね、敵増援が到来。新規帰化の部隊のようです。新規か、どこへ行く気だ。これ以上は進ませるぞ。二兵構え、何としても奴らを止めるのだ。先まで輝いてますぜ。おのれ、押し負けたか。よし、これで加工順行こう。敵将討ち取ったり。反運長、意を貫き進むのみ。やってくれるぜ。さすがは兄者だ。よくやってくれた運長。じゃあどこじゃ。劉備ってのを倒せばでけえ金になる。お前ら気合い入れて暴れるぞ。続と褒めが続々と。ここをしのげば曹操軍の包囲を抜ける。皆で慶州へとたどり着くのだ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。勇気逃げるんだお前は。しっかりとせ。
責任を取りなさい。いってえなお前。かっこシュレイ、ここで敵を食い止める。命を捨てる覚悟で守れ。シュレイから入る。やめだやめ、こんなのやってられっかってんだ。よし、さあ過去といくぞ。やってくれるぜ。さすがは兄者だ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。なんと、我が義を貫かん。ちょっと待てよお前。ガードしても弾かれるし、お前俺はガード弾きできねえし、どういうことだよ。よくやってくれた、運長。買えばいいんだこいつ。どっち向いてんだお前。弾かれちゃうんだよな。俺弾かれねえんだよな。弾けねえんだよ。
ガード崩しさえ分かればなんとかいけるんだけど、ガード崩しが分かんねえからな。防御しても無駄だから、これ無駄だから攻撃するしかないんですよね。でもガード崩し分かんねえからな。何？回避バスボタンと間違えちゃった。はい、どんだけガードすんのお前。そんだけガードされちゃったら俺も一撃で弾かれてるからな。強えなぁ。戦局を左右しよう。なんちゅこっちゃこれ。私たちで守るぞ。待てよ、勝てねえなこれ。両夫以上だ。ファイル。まあ地獄とか修羅とかね、そういうのはあの雑魚でも両夫以上ですからね。カメは行くしかね。よし、天下に名を届かせるだけのことはある。受け立ちは無理だ。よくやってくれた運長。攻撃あるのみだ。ち、俺としたことが油断があったか。覚えておけ、貴様らはいずれ俺が消える。まあこのガード弾きは本当今から重要だと思うんで、あのガード弾きちょっと調べてみます、やり方。それしないと勝てねえ今から。運長、よくぞよくぞ生きていてくれた。兄者、ご心配をかけ申した。まったくだぜ、いきなりおとりになるだなんていなくなっちまってよ。よくとく、兄者の身をよく守ってくれた、礼を言う。よせ、俺は当たり前のことをしただけさ。お主は？長子龍と申します。この度劉備殿の配下に加えていただきました。兄者、こいつもなかなかやるぜ。そうか、頼もしい仲間が増えて嬉しい限りだ。そうだ、こんなにも才ある仲間が集っているのに、私はまだ何もなせていない。しかも自分の不明で皆を流浪の身にしてしまった。拙者は兄者の志を支えるために生きようと決意し、早々に膝を折り申した。今は生きながらえたことを良しとすべきです。志を失わず進みましょうぞ。みな、ありがとう。だがいつまでも流浪しているわけにもいくまい。私は慶州の劉兵殿を頼ろうと思う。慶州は戦乱に巻き込まれておらず、劉兵殿は同族、きっと我らを迎え入れてくれるだろう。改めて問おう、お主は本当に拙者のもとに来るのだな。はい、ダメと言われてもついていきます。俺の親分は関羽殿のただ一人、天下の果てまでお供しますぜ。うん、過去は問わぬ、今よりは共に兄者の志のため戦おうぞ。
まさか本当に関羽殿の従者だったとは。果実は疑ってすまなかった。これよりは仲間だ。よろしく頼む。俺の方こそよろしくお願いします。どうした、何をそう固くなっておるのだ。あ、いや、どうもこの前槍を突きつけられた時の記憶が抜けませんで。槍？私が賊の一味と勘違いし周宗を撃とうとしたのです。戦いを始める前にとてつもない速さで逃げられてしまいましたが。ふん、それは仕方があるまい。知らぬ者が周宗を見ればそのような勘違いもしよう。ああ、親分、それはひどいですぜ。俺はもう改心したんです。親分の元で立派な武将になってみせます。うん、期待しておるぞ。何じゃ。よし、完了だぜ。次は何じゃ。張良、張雲、徐光、祖飛、太史寺、郭、周宗。曹操軍は関東で袁紹軍を破った。袁家は勢いを失いやがて滅亡。曹操は天下に一番近い男となる。一方、江東の孫権は兄孫策の死後勢力を受け継ぐ。だがその戦力は曹操に及ばなかった。劉備も未だ領地を持たず慶州の劉表を頼っていた。信也を与えられてはいたが兵力はないに等しい。世はまさに曹操一強の時代を迎えていた。すまぬな、寛平、周宗。拙者をしたい、参じてくれたお主らにも不自由をさせてしまう。我らは居候のみなれば十分な待遇などできぬ。今しばらくは辛抱してもらいたい。へへ、水臭いですぜ。親分に出会えてお供になれた、それで十分満足でさ。拙者も同じです。偉大なる父上のそばで戦えるのならどんな境遇にも耐えられます。そなたらには詫びよりも礼を言うべきだったな。我らで兄者の志を支え乱世を終わらせようぞ。深夜開戦、宗人の撃破。兄者、曹操軍はすでに到着した模様。しかも見慣れない陣立てでござる。うん、どう対するべきであろうな。うだうだ考えててもしょうがねえ、突っ込もうぜ。待ってください。あれは八門金差の陣。迂闊に攻めれば通撃を被ります。ですが逆に弱点をつけば脆い陣でもあるのです。劉備殿、ここは俺に任せてもらえませんか。お主、
何者だ。いきなり顔を出してきて俺に任せろだ。怪しすぎるぜ。確かに怪しい。俺もそう思うよ、劉備殿。俺は徐玄直と言います。戦略や戦術を生業としている軍師です。あ、なんだそりゃ。自らを軍師と称するか。兄者を惑わさんとする敵のものではあるまい。参ったな。どうすれば劉備殿に味方したいと伝えられるのか。とりあえずこの状況を打破すれば。何をぶつくさ言ってやがる。兄者、こいつをつまみ出してやろうぜ。待て、この者が不審であることは否めぬ。だが私はどうしてか悪意を感じるのだ。今曹操の軍に敗れるわけにはいかぬ。その軍師とやらの力、私に貸してはくれないだろうか。劉備殿、ありがとうございます。そのご決断、後悔させないと約束しましょう。みんな、序書の指示に従え。力を合わせ宋人を撃退する。わかった。八門金鎖の攻略は一筋縄ではいきません。俺の指示を、聞いていてください。チョン、どうした。そしたら行くぜ。まずは兵器ダッシュ、手令と超何超難しい字だな。なんとか超なんとかを撃破ね。それともう一匹ね。よし、ここに どこだ目標は。また出てないな。まあいい、オートランで連れてってもらえ。まずは進行を防がなければ。敵の戦闘を撃破しましょう。我が義を貫く。劉備軍相手に策など無用。力押しに潰してくれる。これで勝ちだと思うなよ。敵将を討ち取ったり。なんという戦ぶり。父上の軍、手本といたします。先手を取れればと思ったが、どうやら敵を侮っていたようだ。己、これで勝ったと思うなよ。よくやってくれた、右京。劉備軍がここまで強いとは。撤退する。参る。妃を制す完了。これでひとまず妃か貴戦かわかんないけど、では進みましょうか。ここにも敵将いるぞ。
やってくれるぜ。さすがはアリジャだ。いやー落ちちまった。100m。 我々はこの地で防御を固める。準備にかかれ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。確かに兵器があれば攻略に役立ちます。ただ敵も簡単には渡さないと思いますが。オートランどうしてこんな後ろ向いてるんだ。目の前だぜ。兵器を狙ってきたのか。返り討ちにしてくれる。貴様らに兵器は渡さぬぞ。覚悟せよ。なんという戦ぶり。父上の分手本といたします。不覚を取った。ようや兵器を敵に奪われると。あと、まさか兵器を奪われてしまうとは。全部やったか。これ以上の追撃は無益か。兵器は諦めるしかない。撤退するぞ。潘雲長、意を貫き進むのみ。やってくれるぜ。さすがはアリジャだ。次は何だ。逃げ切ったようですね。これで兵器で八門金鎖を攻められます。あの 1000m って回り道してこのオートラン上で行ったら 1000m なんですかね。直線的に行ったらもっとどっちのデータなのかちょっと分かんないよね。さあここはまあ無視して、じゃあ総人をねやりに行こう。やりに行きたいけどここでいいのか。場所ちょっと待って、道どうだ。ワープできるか。できないね。こっちはできないな。わかった。あらば、この道か。違うね。こっちだから。まあ道無視してまだ突っ切ろう。
さて、ここか。この八門金さんは何人にも破れぬ鉄壁の陣、飛行の戦全てを跳ね返す。あの陣は無数の兵から成り立っています。一点を攻めてすぐに補われてしまう。必要な将を倒して崩すか、徐々に攻める。どちらにしろ方針を決めて動きましょう。我が鉄壁の布陣を破ったか。この最後の盾とし、力は貴様らは宗神様の術中だ。盾兵進め。兵器部隊攻撃を続けよう。よし、敵が有利か。逃げ出したい気分だよ。何？これ丸ボタンアクティブ武将がコロコロ変わっちゃうから、まあとしてこれに設定何かあんのか。これやべやべ、これ死んじゃうわ、超えれねえ。八門金さんにはまっちゃった。兵器使ってやるんじゃねえの。ワイルディアハッ。なるほど、腕に覚えがあるようだな。信任せよ、我らも援護に回るのだ。これは無限なんすかね。のこのこ踏み込んできやがったな。振り潰してやる。なんか兵卒にボロクソ言われてるんですけど。しかも隣接する兵家も様々。攻撃するのは相当難しい。全力で当たらないと。マイル、手薄な箇所を狙ってきたな。やり兵、兵器部隊共に進軍せよ。強い。なんちゅう強そうじゃ。宗神はどこじゃ。我が義を貫かん。少々何をしてるの。アゴに酒がある。なんという戦ぶり。父上の手本といたします。
装置にいるじゃんか。参る。うなれ。畳め。敵が有利か。なんで俺ガードしたぜ。攻撃外れたらあの顔回避した方がいいな。これはい回避。この程度では諦めないでしょう。自分を破るとなんと荒々しき誇り。敵将討ち取ったり入る。なんという戦ぶり。父上の部手本といたします。かような貨幣で曹操の大軍を打ち破れようとは。ああ久々の大勝ちだな。スカッとしたぜ。これも皆の尽力と序書の知略のおかげだ。劉備殿が信じてくださったおかげです。あなたでなければ通りすがりの俺を軍師になどしなかった。いいではないか。結果お前は信じるに値する男だと証明された。これからは皆喜んでその戦略に協力するだろう。序章、どうかこれからも我らと一緒に戦ってはくれんだろうか。あなたのような方に軍師として仕える、願ってもない話です。できれば一問にもなくうなずきたい。いかがした。何か不都合なことでもあると申すか。実は巨匠にいる病床の母が曹操の配下に世話になっています。俺がこれ以上あなたの元にとどまれば母が。なんとそのような事情が。本来なら俺は劉備殿に手を貸すべきではなかったけれど、出会えばその人者としての資質に惹かれ危機として戦略を練ってしまった。俺は甘い男です。母を捨ておきあなたに仕えることを選べない。そのような顔をするな。では母上の病状が回復次第戻ってくればいいではないか。劉備殿、ありがとうございます。でもダメなんです。この時点で母を切り捨てられぬ俺は甘すぎる。それが軍師として致命的な欠点だと。
なんで急に湿っぽくなりやがって。そうですね、ここは俺なんかが紛れ込んでいい場所ではなかった。ジョシュ、それがお前の決断だというのか。劉備殿、ジョシュ、息災でな、母上の回復を祈っているぞ。恐れ入ります。最後に、俺があなたにできる唯一のこと、この慶州に牙領と呼ばれる賢人がいます。孔明、いえ諸葛亮は俺なんかよりずっと軍師として優れている。どうか一度お会いになってみてください。牙領、諸葛亮、早い。劉備殿、一つお聞かせください。この乱世にあなたは何を目指すのですか。人々が泣かぬよう、悲しみのない天下。だがそう願いつつ、何もなせぬままここまで来た。思いばかりが流行り、進むべき道は未だ見えないのだ。諸葛亮殿、どうかこの私に道を示してほしい。私が示す道は、時に悲しみを生むかもしれません。その矛盾と苦悩に目をそらさず向き合えますか。その先に目指す世があるのなら。お覚悟しかと受けたまりました。では諸葛孔明、身命を賭して劉備殿の大志を支えましょう。うん。兄者。なんだ。深夜回線。クリア。次はなんじゃ。完璧。上昇。今天下に曹操に並ぶ勢力はありません。単独で曹操に対して勝てる者はいないでしょう。曹操に次いで勢いがあるのは江東の孫権です。勢力はそれほど大きくありませんが、江東に盤石な地盤を築いています。劉備殿が望まれる天下へと至るには、まずこの二つの勢力に並び立たなければなりません。しかし知っての通り、我らは居候のみ、彼らに並び立つなどとても。よって立つ地を得て志を広められれば、決して絵空事ではありません。曹操が時を得たように、孫権が地を固めたように、その志にて人徳をもって人を束ねる、それが劉備殿が進むべき道、王道なのです。
その上で孫権とは手を結び、共に曹操と当たるのです。王道、それが私の取るべき道。諸葛亮殿のお言葉で悩みは晴れ、雲を破って晴天を見た思いです。改めてお願いする。曹操を打ち果たし、安寧の世を築くため、軍師として私を導いてはいただけぬだろうか。承知しました。この諸葛孔明、知略の限りをもって劉備殿の大志を支えましょう。諸葛亮、全軍の指揮をお前に委ねる。どうかこの難局を乗り越えてくれ。承知しました。必ずや曹操軍を退けてみせましょう。ちょっと待ってくれ兄者。軍師に頼りたがるのもわからなくはねえけどよ、俺はまだこいつの実力を知らねえ。指図されるなんざ願い下げだぜ。欲得の言に一理あり申す。検索ならまだしも、新参で全軍の指揮とはいささか心を置きすぎでは。雲長、欲得、私は諸葛亮を信じている。此度は彼の命に従ってくれ。兄者がそう言うんならよ。承知いたした。お二人ともありがとうございます。では策を説明いたしましょう。敵に対し我らは貨幣、この勢力差を覆すため崖を仕掛けて曹操軍を一掃します。けっ、そんなにうまくいくもんかよ。やめよ欲得。お二人の働きなくして勝利はありません。どうかよろしくお願いいたします。はい、白鵬派追撃、下降トンを破る。この白鵬派で押しとどめます。この戦では各軍の連携が鍵となります。皆さん、私の策に従ってください。わかった。はい、ちょっとねトントン拍子で進んでいます。テンポ早いね、テンポ早いわ。まあ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 、まあ、そのまま突っ切るぜ。まあでもね、今回はだいぶ時間経ってるんでこの辺で終わりにしたいと思います。それではまたこの続き次回やっていきましょう。それじゃあまたね。